テルクシノエは木星の第42衛星である。テルクシノエは2003年2月9日に撮影された画像からスコット・ S ・シェパードが率いるハワイ大学の観測チームが発見し S-2003J22 という仮符号が与えられた。観測はカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡とハワイ大学の望遠鏡が用いられた。発見は2004年1月24日に 小惑星センターのサーキュラーで発表された。その後2005年3月30日に国際天文学連合によって公式にテルクシノエと命名された。名前の由来となったギリシア神話のテルクシノエは何人かのギリシアの作家によると元々の4人のムーサの一人であり、ゼウスとムネモシュネとの間に生まれた娘である。 テルクシノエの木星からの平均距離は2116万 km であり、光天周期は628日43分である。離心率は0.2201、軌道傾斜角は1 5 1 3 9度であり、木星の時点方向と逆行する軌道にある。テルクシノエは、木星から1930万 km と2270万 km の間の距離を 逆光軌道で公転し、軌道傾斜角が150度前後の不規則衛星のグループであるアナンケ群に属している。テルクシノエの見かけの等級は23.5等で極めて暗い。アルベドを0.04と仮定した場合、テルクシノエの直径は 2km と推定される。また、密度を 2.6g マイリッポセンチメートルと仮定した場合、 質量は 1.5013kg と推定される。ありがとうございます。